やさあ後半開始です。壊れた。左から右に攻める右藤色のユニフォームが藤枝真由志、右から左に攻めるブルーのユニフォーム、こちらが藤根クラブとなります。斉藤中盤に入れたところですが、これミスキックになりましたよ。カットされます。斉藤がヘッドで押し込む、戻しっていう。野中さん、一回切っちゃったんですけど大丈夫ですか？おっと、これは山田陽オフサイド、残りましたね。残りましたね。切れてます、すいません、ちょっと不調で。あれどこにある？これフリーキックになりますね、はい、その間に一旦9のフォーメーションをもう一度確認しておきましょうか。あ、ちょっと待ってください、放送がちょうど切れちゃってるんで。切れますか？再開してからしましょう。はい、ご覧のような布陣となっております。桑原じゃないのかなと思うんだけど、俺は桑原に見えた。そうじゃないって。公式記録後で見たい。それは公式記録見れば分かるんで。ラッキーと思ったけど俺じゃない。あんたの直接なの？か、俺はね、桑原のように見えたんだよな。分かんないです。ちょっと公式を見てみないと。いや、記録さんも分かんない。これはハプニング発生か。決めた当人に聞くのが一番ですね。そうですね。あとは主審が誰を見せるかです。うん。多分公式の変更はあるかもしれない。さあ、藤井が切り込んでいくよ。クックが割れば真っ赤になれてゴールキックに変わります。はい、戻れ10番。動いてるように思えないね。止まっちゃってるな。最初から動かすか。さあ、ゴールキーパー上杉哲平、ゴールキックから試合を再開されていきます。あ、こっちが切れてんだ。ここが切れてんだ。ミスキックか。哲平もちょっとミスキックですか。小山拓也から石田裕樹がキープ。右サイド牧野、ワンタッチで、よし、石田がキープして、もらえない、3人に囲まれ、3人囲まれる。さあ、タッチ終わります。もうちょっと早くフォロー欲しいですね。その前の桑原と坂本の時に出すかっていうところがあった。そこですね、チャンスはあって。さあ、桑原のスローインから石田がゴール前に上げていく。これはゴールライン割ります。山田優、そして横山拓也が飛び込んでいましたが合いませんでしたね。そうですね、ちょっとボールが高いかなというのと、あと振り向きざまのセンタリングなんで、やっぱり難しい、精度が必要なんですね、ある程度。グラインダーだったら、もうちょっと低い球だったら面白いかもしれないです。ゴロみたいなのぐらいだ。そうですね。さあ、ディフェンスライン裏から鉄平、これは激しい。おっと、牧野が頭を抱えています。頭同士ですか。頭同士ですからね。ちょっと横山、あ、これは牧野は相当ダメージでかいで、牧野のダメージでかいようですね。大きいですね。後頭部ですからね。まともに後ろから行ったからどうでしょう。まあ、藤根ベンチからね、このボール取るぞという強い指示が出てましたから、ガッツンと来たような形ですが、中の脳の方じゃないみたいな、本人は痛みがちょっと。ですね。どうしても弱いところだから。本人は立ちましたが、ちょっとまだ抑えてますか。一旦ピッチの外に出ますね。ねえ、ですけど、どうでしょう。頭なんだけにちょっと不安ですね。一旦出します。これは早めに交代もありかなと思いますけど、トレーナーが一旦ピッチの外に出しました。さあ、試合再開です。ちょうどセンターラインのところからですね。ですね。キッカーは斉藤俊秀です。まあ、中央に放り込んでくるんでしょう。
さ左サイド狙ってますね、横山拓也です。横山ターゲット、横山拓也落として、落としてるから、これは追いつけるか追いつけるか、ボールはゴールラインを割っていますね。まあナイスランですよ、今の石田。石田本当にこういうところは頑張りますね。頑張りますね。もうとにかく最後まで諦めない、これが石田ひろゆきの本当にいいところですから。その精神がね、実は横山拓也にも欲しいんだよね。本当はそうなんですけどね。最後まで、最後までっていうのがね。山田優はその石田の精神を、うん、十分ありますよ。ちゃんともう受け継いでくれてますね。さあ斉藤がしたボール、タッチ割ります。これは藤根ボールです。前押しボールに変わります。桑原のスローインから裏がカットして、さあオフサイドはない、オフサイドはない。牧野が出ている、牧野が取れるか、取った、牧野がキープ、牧野がキープ、もっと前向けないか、取れた、これはファールです。これは藤のディフェンス、牧野に対するファールです。牧野頑張りましたね今。牧野のテクニックで抜かれようするのを止めるにやっぱりファールで止めるざるを得ないでしょうね。今のも体引っ張ってましたからね。ちょっと体は完全にね、相手の30番の方が勝っていましたが、もろともしませんでしたね。やっぱそこは牧さんのテクニックですね。さあ牧野にとって美味しい位置です。もうこれは直接でしょう。どう、意外と面白いことをやってくるかもしれないですけど、壁は3枚、3枚ですね。クワバロを巻くような感じですか。狙っていましたかね、やっぱり負けきれなかったですね、ちょっとさっきの戦闘の影響がありますか。まあでもちょっと抑えてますね。ちょっとやっぱり影響あるんでしょう。若干ノーシート気味になってるのかもしれないですよ。まあ、頭のだけにね、本当に無理してほしくはないんですけど、さあ藤根のゴールキックからの試合再開です。ボールをキープする、取るか、さあ横山拓也がカット、さあ追い越していった石田弘之、これはディフェンス強い、石田弘之ディフェンスが体を入れます。これはゴールラインを割ります。ゴールキックに変わります。しかしあの2列目からの石田の飛び足、激しいですね。いいですね。さあ斉藤がボールカットした。出せないか。もう一度斉藤ヘッドで。さあ山田優が頑張るか。頑張れるか、頑張れないか。山田優が頑張りましたが、さあ牧野、これは体ですが、さあ前押しボールです、スローインです。山田優へ、もう一度優から、優がキープして一旦戻したボール、これはタッチを割るのか、割らずにも桑原からゴール前へ。